アジアから MotoGP を目指す若者たち、そして応援する大人たち、サポート体制がすごいです。タイから MotoGP ライダーが出る日もそう遠くはないと思います。モノは先日タイに行き、今年の頭にアップした動画、少年中川ゴユクの様子を見てきました。これもまだ動画に潜み寄ってるんですけれども、あの動画のアップの後にアジア選手権閉鎖のタイタレントカップに出場、アジアタレントカップのタイバージョンのスカラシップクラスに出場しており、 ASEAN の、ね、若いライダー締めく中で日本人として戦っております。マシンは NSF250 で、マシンはイコールですけれども、少しね体が大きくなってきております。15番がゴユクなんですけれども、レース2の、ね、最終ラップの最終コーナー、まあ、案の定ね本戦になるんですけれども、見事にね前に優勝しておりました。トロもねこの場に立ち会えてびっくりしました。体が大きくなってきたこともあって、これ以降なかなか勝ちに恵まれておりませんけど、それでも大本団の中ではねもう完全に一目置かれております。この次はねやっぱ 600cc なのかなと思うのとともに、炎もねじっくりとウォッチしていきたいと思います。そしてつい先日 MSP サーキットでゴユクと、まあ、日々ね鍛錬している子供2人ナラットとタワンが一緒に練習しているということで、レースの直前ということで事前練習を見てきました。ここではね、ゴユクは先輩でお兄ちゃん役でね、この2人にね教えたりとかしてます。これタワン君9歳、そしてねナラ君11歳と、いずれもねゴユク同様間違いなく MotoGP を目指しております。スカラシップクラスは NSF100 を使うタイホンダアカデミーなんですけども、普段はね CBR150R という日本ではなかなか聞き慣れない排気量の CBR を使用してます。サイズ的にはちょっと大きいですけれども、まあ、それをね、小さい体で、操作してね、動かして乗りこなしております。この子供にも乗れますし、まあ、大人が乗ってもね十分なね乗り心地があって、この150クラススポーツバイクっていいなってめちゃめちゃ思ってて、実はね注目してるバイクだったりするんですけれども、すごくね上手に、子供たち乗っております。そしてねゴユクがうまくね引っ張ってあげて、子供たちもどんどん僕が最初見た時よりもうまくなってます。オートバイのサイズ的にもコースの、ね、サイズ的にも子供には速いんじゃないかと思うバイクでも、まあ、ちょうどね大怪我せずに、走れるんじゃないかなって、なかなかいい環境で、子供たち練習しております。ここでもね基礎の木を学ぶために8文字をたくさん書かせてるんですけども、もう本当にねしこたま練習してますよ。そしてこの週末に行われるタイホンダアカデミーの使用される NSF で、8の字を、ね、練習してます。実はねこのコースも音量の問題があって、この NSF100 ですらうるさいって言われるみたいで、あの8の字だけはね書かせてもらってるというか、それにしてもねこの環境は本当に素晴らしいと思います。そしてその週の日曜日のタイランドサーキット、タイのホンダアカデミーという2023年のプログラムの最終日ということで、見てください、このバイクのこの NSF がみんな綺麗にカラーリングされて、みんなの分ね20人弱のライダーの分が用意されております。このねプログラムはオーディションとかセレクションはあるんですけれども、基本的に参加料は無料、タイ人、そしてねタイのタイホンダと契約しているライダーが先生になってね子供たちを教える、そういうふうなことを行っております。もうねナラックもタワンも真剣そのもので、教えてくれること言うこと聞いてます。まあ、日本語のねレースする環境が恵まれてないからこそ、会社のバックアップで夢をサポートする形で関係企業を巻き込んでね元チビライダーを出すんだと一生懸命ねサポートしてます。このね上位クラスにはタイタレントカップっていうのがありますけれども、まあそこまでね本当に会社のサポートで本物を輩出するためにね頑張ってます。普段ねチャラけてるナラックもこの時ばかりはちょっとねナーバスになってますね。ナラックもタワンも実力ありますけども、その実力が拮抗したライダー子供たちが20人弱いるということで、非常にレベルが高い、そんな感じです。ゴユクとパサウィットもねコースサイドでね見守ります。こちらが今回の舞台となるタイランドサーキットです。基本的にね路面のギャップはすごいあるんですけれども、まあ、ここはねもうタイのライダーの伝統的なねサーキット、レースやるサーキットで、この MotoGP やってるブリラムサーキットっていうのは、本当最近ここ7、8年でできたサーキットですから、タイライダーのね
ここはもうカリスマと言ってもいいような、そういう先となります。私もね、昔タイヤマハでねトレーニングさせてもらったことあって、思い出深いサーキットです。これね、誰が走ってるか全然わかりません。もうこの中でみんなね、それでタイムも近いからで、ね、どん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 体がでかくなるから体型もね変わっちゃって、あれこの人このライダーみたいな感じになっちゃうんですけれども、まあ、タワーは15番で長くんが19番で、ね、走ってるはずです。ここからも全然見えないですし、ここはここでね本当に面白いサーキットだと、思います。コーナーもねたくさんあって、それなりにねブレーキングと、ね、開けるテクニック、切り返しもねいっぱいありますから練習になるはずです。実際デチャやチャランポン、ナカリンやねムクラダ、最近のね元2ライダーのチャントラなんかもここを走り倒してるはずですから、タイヤアカデミーは NSF100 を使用して、タイヤもね同じものを使用して完全にコールコンディションです。スリップも効くので、もうレースは毎回混戦とはいえね、この中でしっかりと前にいるライダーっていますので、まあ、勝負感を鍛える意味で実戦は大切です。ただね、正直このマシンに対しての操作などテクニックなどより、まあ、見られるところは勝負どころでの強さや、まあ、パドック台での立ち振る舞い、あとはね冷静さなどが評価されてるっていうことです。子供はどんどん成長しますからね、まあ、シーズン前半と後半ではね体が大きくなったりとかして全く違う、勢力関係になっていることもあろうかと思います。まあ、その中ね、豪遊君とともに浩二さんに指導を受けている奈良君のタワンはめきめきとね力をつけてきているそうで、このレースもね頑張ってました。15番と19番が、その2人のライダーで、僕もね、よく顔を合わせるから注目して見てるんですけど、まあ本当みんなちっちゃい中でいい走りしてますよね。このコーナリングのねフォーム見ても頑張ってるなっていうふうに思います。もう本当にスリップ効いて実力がね拮抗してるって感じです。そしてね聞こえてきたのは、タイムも全然わかんないんですけど名前だけは、ね、聞こえますね。なんと奈良子が優勝でタワーが2位でした。ワンツー素晴らしい。こういうのね初めて行って見ることができてね、ちょっとびっくりしました。奈良子が優勝しましたけれども、タワンはここをずっとしばらく表彰台上がり続けてきてて、この2位もね喜んでるかと思ったら帰ってきたらね声を上げて泣いてました。もうギャン泣きです。ここまで泣く、こんなに悔しがるってって思うと負けず嫌いっていうのがあるなと思って見てました。チームメイトの一緒に練習してる奈良君に負けたことが悔しくて悔しくて、まあね結構ね、性格違うんですけれども、ライダーにね負けたっていう風に先越されたっていうのが辛かったんでしょうね。タイホンダ契約のねライダーたちもまあドロドロ寄ってきて慰めてくれてるのか、悔しかったらこういう風に、次は走るんだみたいなことをね説明を受けてましたけど、対照的なね、2人をこう目の前で見ちゃってちょっとね、ジーンときましたよね。まあね結構な時間泣いてたから、もう泣きすぎでね、表彰式でねなんていうかサングラスをゲットしてました。レース後のミーティングでもね、タワーはね、ムクラダ先生にね、葉っぱかけられてました。まあね、みんなまあ優しいね、それこそ悔しいって思いしてる中で勝ち上がってきたライダーばっかりですから、期待してるっていう意味もあったんだと思います。このアカデミーは2レース制で、午後のレース2のためにタイヤはね、新品に入れ替えられます。まあね、本当にこのすごいのはこのプログラムはね、対人ライダーは無料ということで、まあ本当にそういう環境でね、まあ、子供の頃はねとにかく力いっぱいこう走らせてその才能をね見極めるっていう、本物を探してるっていう風な形だと思います。第二のチャントラをね、まあ、探すというか、まあ、予算かけてねスカラシリッププログラムやってますから、元 GP ライダーをまあ探し出すっていう意味では一時の速さよりもね
そういういろんな部分を見てると思います。午後からねレース2タワーはね悔しさを胸にもうやっぱりねトップ争いを、ね、しました。もうねレースの半分ぐらいトップにいたと思うんですけれども、まあ、15番ね、悔しい中でいろいろと教えていただいたことをね実践して、実はねこの時ね知らなかったんですけど、まあ、表彰台後半シリーズ後半立ち続けていたらしくて、この時ランキングね年間シリーズがかかってたんですけれども、まあ、そのプレッシャーにも、ね、本人気にしてたのかどうか知りませんけど、しっかりとねポカせずに表彰台連続表彰台って形でこの後2位でねゴールしてシリーズチャンピオンをね取ることができました。まあ、9歳でねシリーズチャンピオンってなかなかいないと思うんですけれども、喜んでます。さすがに2位だ、同じ2位だけども喜んでました。コングラチュエーション This one very cry. This one cry. Yeah. This two happy? So happy. Second, same second. Happy. Happy. Very happy. Series champion? Yeah. 2023. Yeah. Champion. Congratulations. Yeah. Thank you.タワーはね勝負強いところありますけど、やっぱりレースはね結構どのレースも混戦で、まあ本当にねどのライダーが優勝してもおかしくないなっていう展開でした。一応参戦1年目でね、シリーズチャンピオンということで、まあ、そのすぐにステップアップって言っても9歳はねまだ若すぎますし、MotoGP は MotoGP がね18歳っていうレギュレーションが、ありますから、今後どうなっていくか、まあ、間違いなくね実力をこうつけて大怪我しなければやっていくでしょうし、このホンダのねスカラシップシステム、続く限りはね有力なね日本人がびっくりするような有力なライダーそのうち生まれてくると思います。まあ、実はねその後この時はね、来年もアカデミーだなんて言ってたんですけども、オーディションがねタイタレントカップ NSF250 を使うオーディションがありまして、実はその呼び出されて、ほんとつい先日 NSF250 乗ってました。こういうねサプライズがあるのも、まあ、タイホンダ、ならではなのかなと思うんですけども、オーディションですから、まあ、来年どうなるか、分かりませんけれども、きっとね別に来年じゃなくてもそのうちみんながね知ることになってくるような、そういうライダーではないのかなと思います。あとタイで残ってる、日本人のねゴーユーっていうのが体が大きくなってねどういう風な活躍をするか、今後ね、まあ、大きな排気量になるのか、あとまだねチャンピオンもまだ決まってませんから、残り4戦ありますけれども、どういう活躍をしていくか、それもねまた追っかけていきたいなと思います。